遠い遠い時の果て、そこに住まう人は皆永遠の命を持つ世界での話。赤い実のなる木の下、ララリが生まれながらに、死の呪いがかけられた少女の話。色づいた街外れ、奥光る湖畔、赤い実のお菓子屋。ちょっぴり寒くなった今日は、飲み誇らしい自信作を売りに踏まってて、今度こそ個人だから、時計塔の見える意地、驚いた珍しく賑やかね、ラランルララヒ。物気な街の隅に一人赤い実のパイ、どうですか、自信作なの、そんなの一つも売れないさ。想像で蔑む人たち、みんなと何も変わらないのに、美味しくできたのに。今日も声は届かないのね、まるで透明になったみたいだわ。そして誰もが知らぬふりをした、なぜなら少女は呪われてるから。真の世界でただ一人聞いていた少女の話。夜なべでアレンジパイとにこりすまぎたげ、少女はまだ諦めない。時計塔の針の空を刺して夜中もなる、そんな時ふと後ろから人が少女を押す、甘い過去は落ちる、おかしい踏み行く人たち、平気な顔してさ、惨めに拾い集める、ふともう一人の手が、ドロドロのパイをもむろに口に入れて、おいしいね。その声で心は溢れた、まるで輪郭を描いたみたいだわ。そして彼は手を差し出した、なぜ少女に呪われてるから。真の世界でただ二人聞いていた遠い物語。届かないのね、まるで透明になったみたいだわ。そして誰もが知らぬふりをした、なぜなら世界が呪われてるから。永遠の呪いは抱えていた、まるで二人の方が狂ったみたいだろう。そしていつか笑うように眠る、なぜI'm not afraid of the dark.
スさん。時は来ました。はい、わかっている。いい人生でしたね。はい。私の手を取ってください。